はいはい。皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様です。今日もゆっくり、まったり、のんびりやっていきましょうね。今日は、みんな大好き、建築会です。ここの整地したお城の横に、ちょっとした神社を作ります。その名も、白麗神社。頑張って、作っていきたいと思います。あ、実はご報告が、古代都市から帰宅して、荷物整理したんですが、ポーション、エンチャントボンが入った。シェルカーなくしちゃいました。さて、気を取り直して、まずは、鳥居から作りましょう。神社の顔とでも言いますか。これがないとね、高所作業になるので、一応エリトラつけてます。鳥居の素材は、色付きのテラコッタです。焦げ茶に見えますが、黒色テラコッタです。鳥居の柱の足元に使います。いろいろな素材で試したんですが、テラコッタならいくらでもすぐ、集められるので。ここも赤色のテラコッタです。ちょっとくすんでる感じがいいですよね。以前某サバでは風建築しまして、統合版でしたが、それからたまに和風建築したくなって、今回は、やっぱりこれ作らなきゃなって、シェルカーなくした悲しみを乗り越え、作成に至りました。まあ、また古代都市見つけて、お宝かっさらってきますよ。真ん中に印をつけときます。あ、そうそうコンジットできたんで、そのうち、水抜きなしの、ガーディアントラップも作りに行ってきます。それと、森の洋館リベンジも、行ってきますよ。さて、ここに頑張って取ってきた、シーランタンを使います。で、黒の旗をつけときます。はい、鳥居はこんな感じです。道もつけましたよ。ちょっとのっぺりな感じですが、道の素材はいつもの、滑らかな石のハーフ、石のハーフ、石レンガのハーフ、砂利も少々。この組み合わせはいいですよね。本堂の場所には、磨かれた安山岩のハーフで、敷き詰めます。ちょっと足りないので、後で取りに行ってきます。大量に取ってきたので、埋め尽くします。この後は、グダグダなので、要点を簡単すぎるぐらい、まとめてるので、見やすいかと思います。ではでは、作成スタート。まずは、頭皮の皮を剥いた木を柱にします。神社とかは頭皮がいいですね。頭皮のハーフブロックでなだらかな。階段をつけます。階段ブロックよりいいかな？って、神社の土台にも頭皮のハーフ。土台下にはダークオークの柵を。賽銭箱の仮置きと、土台の周りにも、ダークオークの柵で囲みました。引き続き柱は、頭皮の皮を剥いた木ですね。頭皮以外の色あるといいかな？壁は、ダークオークと白コンクリート。コンクリートには、オークのトラップドアです。壁の上にもコンクリートと、頭皮のトラップドアです。トラップドアだらけです。屋根は、ブラックストーンです。屋根の色は、すごく悩みました。丸石なのか、石レンガなのかって。はい、とりあえず完成しました。自分的にはうまくできたと、思うんですが、まあまた自己満ですけど、皆さんの感想よかったら教えてくださいね。そのうち、ちょこちょこ建物足していくと、思うのでお楽しみにって感じかな？ではでは、行きましょうか。ドキドキ、ドキドキ。どうかな？どうかな？はい。まずは頭皮の並木道です。なかなか、良さげじゃないでしょうか？鳥居ものっぺりだけどいいんじゃないでしょうか？狛犬ですよ。ひよことか、アヒルじゃないですからね。ワンワンです。道いいですよね。灯籠の中にもシーランタン入ってます。あと、白樺のトラップドア。賽銭箱はコンポスターと、アカシアのトラップドアです。奥には白樺のドアと奥のトラップドア。ここには、鎖と白樺の柵で、ガランガランを表現しました。どうでしょうか？なかなかの出来だと思うんですが、まだまだ、神社に足りないものがあるので、裏作業でやっておきます。裏作業はライブ配信とかできたら、いいんですけどね。特に整地の時、裏でやると眠くなるんで、わら、屋根の形も頑張りましたが、横が偶数になってしまったのが、ちょっと残念でしたが、まあ、いいかな？今回のポイントは、狛犬です。鳥じゃないですからね。はい、今日の動画は以上です。最後までご視聴、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら、めちゃめちゃ励みになります。ではでは、次回の動画も見てくださいね。バイバイ。